第3代ブリストル伯爵、オーガスタス・ジョン・ハービー提督は、イギリス海軍士官、政治家。7年戦争において、1756年5月のミノルカ島の海戦で、ポストシップのフェニックスの艦長を務め、1761年6月のベルイル占領、1762年1月のマルティニーク島侵攻、進行。 1762年6月のハバナの戦いで三等艦ドラゴンの艦長を務めた後、アイルランド担当大臣と第一海軍教を歴任した。女性変歴により、イギリスのカサノバと呼ばれた。ハービーは第二代ハービー男爵の次男として生まれ、1733年より、ウェストミンスタースクールで教育を受けた。1735年に、イギリス海軍に入隊。 1740年に大尉に昇進した。ジョシアレノルズによる、肖像が1747年1月15日に、直任艦長に昇進した後、三刀艦プリンセスの指揮を委ねられ、1752年1月に、ポストシップのフェニックスの艦長に任命され、1756年5月のミノルカ島の海戦に参加した。同1756年5月には四等艦。 ディファイアンスの指揮を、1757年5月に三島艦ハンプトンコートの指揮を、1758年3月に三島艦、モンマスの指揮を取った。フランス艦との遭遇戦で先行を立て、1759年にはエドワード・ホーク提督の大きな助力となったが、11月のキブロン湾ンの開戦以前に帰国した。その後、 1760年3月に三島間ドラゴンの指揮を取り、1761年6月のベルイル、占領、1762年1月のマルティニーク島、進行、1762年6月のハバナの戦いに参戦、1763年5月に四島間センチュリオンの指揮を取った。1763年2月にパリ条約が締結されて七年戦争が、 終結するまで、西インド諸島で、ジョージ・ロドニーの下で先行を立てた。終戦以降に改戦を行うことはなくなったが、名目上の地中海艦隊指揮官を務めた。1775年3月31日に、少々に、1778年1月23日に、中将に昇進した。女性変歴により、イギリスのカサノバと呼ばれた。 1757年から1763年まで、バーリーセントエドマンズ選挙区の議員を、1763年から1768年まで、ソルタッシュ選挙区の議員を、1768年から1775年まで、バーリーセントエドマンズ選挙区の議員を務め、1775年に、ブリストル伯爵を継承して、貴族院に移籍したため以降は、 庶民院での非選挙権を失った。ハービーはたびたび議会の弁論に参加、定期観光物にも頻繁に寄港した。1765年から1766年までの第一次ロッキンガム公爵内閣の野党であり、共に海軍を務めたオーガスタスケッペル提督を強く弁護した。1763年から1775年まで、 国王ジョージ三世の真摯区内官を務め、1766年から1767年までアイルランド担当大臣を務めた。1771年2月には、ノース内閣で第一海軍教になり、1775年4月に辞任した。エリザベス・チャントリー1744年8月、エリザベス・チャントリーと秘密結婚したが、1769年に、 離婚した。彼は1775年に元画家モデルのメアリー・ネスビットを愛人とし、二人はサリーのノーウッドハウスに住んだ。ブリストル伯爵は遺言状で、ネスビットに財産を残した。このようにブリストル伯爵は着室子がいなかったが、財産の継承を爵位の継承からできるだけ分離した。彼はノーウッドハウスに馬小屋を設けるなどの改造を、 行った。1779年12月23日、通風によりロンドンのセントジェームズスクエアで死去、サフォークのイックワースに埋葬された。爵位は弟のフレデリックが継承した。ブリストル伯爵の手紙の多くがパブリックレコードオフィスに保存されており、公開日誌は大英博物館に保存された。それ以外の手紙はグレンビルペーパーズ。 ボリュームズ3 and 4と life of admiral ケッペルレブトーマスケッペルで出版された。1770年5月22日、ジェームズ・クックは公開中に発見したオーストラリアのクイーンズランド州ハービー湾をブリストル伯尺にちなんで命名した。また、ジェームズ・クックは1778年7月にも現米国アラスカ州南西部にあるブリストル湾を ブリストル伯爵にちなんで命名した。それ以外にもサウスジョージア、サウスサンドウィッチ諸島のブリストル島、南クック諸島もクックがブリストル伯爵にちなんで命名した地名である。ありがとうございます。